それではお待たせいたしました。続きまして特別企画レクチャー映像公演、東アジアの潮流ヒバ荒神神楽と韓国伝統歌舞楽について国立歴史民俗博物館教授の松尾浩一先生にご教授をお願いいたします。よろしくお願いいたします。다음은특별기획강연과영상교육입니다동아시아의조류히바코진카구라와한국전통가무악이라는제목으로국립역사박물관마츠모토교수님으로부터강연을읽겠습니다 Now we will have a lecture and the video. The theme is the musical and the culture current of East Asia and Hiba Kojin Kagura and Korean traditional dance theater. Presenter is Professor Koichi Matsuo from National Museum of Japanese History. はい、ただいま、もう身に余る紹介を、いただきまして光栄で、ございます。本日ですね、プログラムにございます、東アジアの潮流ヒバ荒神神楽と、韓国伝統歌舞、区というですね、についてお話をさせていただきたいと思いますが、それほどヒバ荒神神楽や、区のお話はもうあらかじめ申し上げますが、いたしませんというのは、もうこれからもう生でですね、あるいは映像で、ご覧いただいて、でそしてそ の, 解説もございますので、ここにございます、神楽、もう皆様方よくご存知、広島のですね、皆様ご存知だと思いますが、でもしかしたらそれほどご存知ではないかもしれない、ヒバ荒神神楽というですね、非常に古風な、文化を伝えている貴重な文化の伝承がございます。でもう一つ、韓国にはですね、クと呼ばれるムーダン、これからお話ししますが、ムーダンと呼ばれる、主に女性の宗教者によって行われる、祈りの行事が、ございます。で、かたや日本、韓国、まあ、それはそうだろう、それぞれの地域に、伝統あるですね、珍しいものがあるには違いないというふうに、お考えになるかと思いますが、大きな、枠組みですね、東アジアといったような視点から見たときに、その長い歴史、古代からの歴史を考えるときに、なんていうんでしょうね、枕の視点から見るときに、非常に重要な、東アジアの中での、文化の交流、でそれをそれぞれの地域において、伝承されてくる中で、特徴の、あるものに変化をして、現在に伝えられておりますけれども、その長い歴史の中で見ると、東アジアという中での枠組みの中で、実際に交流もあり、でそしてその中から地域の中で形成されてきた貴重な文化であるということをですね、お話をしたいというふうに思います。でそして古い時代古い時代というふうにお話を今しましたが、どれぐらい古いんだろうかということですが、日本の方からご覧いただきたいと思いますが、間違いなくですね、芸能文化というものがあったということが確認できる、文字ではこれからお話しする古事記や日本書紀の中に書かれておりますけれども、その文字が入ってくる6世紀ぐらいよりさらに古く、古墳時代なんですね、埴輪です、埴輪の中に、このようなですね、楽器を弾く埴輪が出土されている、埋蔵されておりました。右2つが、古都ですね、明日ですかね、カヤグムというですね、楽器、朝鮮半島の楽器の演奏もございます。でこのような弦楽器ですね、ことがもうすでに伝えられていたらしい、もしかしたら日本でできたのかもわからない、
でそれから左の方はまあ、とても残念なことに、首が欠けております、どのような表情で、演奏していたのか分かりませんが、まあ、おそらく太鼓に間違いなかろうということですね。でそしてここからいろんな情報が分かるというのは、現在の日本の太鼓は基本的には、置いて、でそしてそこで叩く、であるいは山車の上に乗っかったりして移動することはありますけども、太鼓自体が動いて、であるいは人が持って、叩くということはありませんが、でこれを見ると明らかに抱きかかえている。でそしてこれでは両手で抱えては演奏できない、叩けませんの で, でそうすると叩くときに、ですね、これをよく見ると手ではなくてバチですね。でアフリカのですね、打楽器で、あるいは南米のですね、ボンゴとかですね、コンゴとかパーカッションのように手で叩くという方法も打楽器にはありますけれども、でこれを見るとバチを持っているということが分かってくる。で手で叩くのとバチで叩くのとは全然音色が変わってくる。でそういうところから想像の範囲で、現在のように録音の機器がある時代ではないので、どのような音楽かまでは分かりませんが、このような楽器出動の様子から、埴輪の様子から音楽が想像することができます。そしてこれが出土されたのは古墳ですね。古墳から出土されているんですが、でこれ最も巨大な、仁徳天皇陵ですけれども、諸国、日本諸国に、豪族が巨大なお墓を作り、その権威を示すようになってくる。でその中でも巨大なお墓で、諸国の豪族がの中で特に大和朝廷につながる大和の豪族が非常に大きい力を持って、それで天皇家につながっていったというようなことが分かりますが、この中で一体どんなふうに埴輪が出てきたんだろうか。これはこんなきれいな形で出土されるわけはないので、実はドロドロの中から出てくるわけですが、その出てきた位置を印をつけて、まあ、再現するとこんな風になったんだというように分かります。でそして特徴的なのは囲いがありますね。この町の様子にもなっていて、奥の方にはこの屋根の形からしても神社のように見えますが、でそして塀で囲まれている。この塀がとても特徴的な形で、上がギザギザになっておりますが、この様子は、神聖な場所を区切る、神社のですね、塀と同じ形なんですね。上がギザギザしているのは、神社の塀、水垣というふうに言って、でそこは神聖な空間ですよということを示すということですが、このような形で生前に王様が生活していて統治をしていた、でその様子が、そのまま再現されてきた。そしてこの中で、儀礼が行われ、そして音楽も奏でられていたというようなことが分かります。でそして古墳に埋められていたということは、王様がですね、あの世に行っても、音楽が楽しめるようにというようなですね、亡くなった王に対する鎮魂の気持ちが、あったんだろうというようなことがですね、埴輪から想像することが、推測することができるわけです。でそして亡くなることと音楽、現在ではなかなか結びつきませんが、この時代ですね、三国志の時代なので卑弥呼の時代になりますけれども、この時代は日本には文字がありません。文字がないので、中国側が日本に注目してるんですね。中国、日本だけではなくていろいろな国々のこと、朝鮮半島やその周辺諸国のことを記録をしていて、で日本人はこんなですよというようなことを書き記している。でその中で、頭の方を見ると、和の地と書いてありますね。大和の地、日本ではこれこれこうですというふうに書かれていますが、温暖で、冬や夏は、青菜を食べるということが書いてあります。でここから、まあ、例えばこんなところから分かりますが、仏教が入ってきて、それで日本人は肉魚をあまり食べなくなったと言われておりますが、もともとの日本人の習俗としてあまり肉は食べなかったということが分かりますですね。
でそれから、次の、まあ、緑の字特徴的なところの、色をつけましたが、主の荷を持ってそして体に塗るというふうに書いてありますが、おそらくこれは入れ墨ですね。入れ墨をしていた。で、近年というか近代までの日本でいうと、北方のアイヌ民族、それから、南方の琉球の人々、沖縄の人々は入れ墨をしておりましたが、私が調査で直接聞いているのは沖縄の人たち ですね。おばあさんたちが昔はしてたよという話は聞きませんけれども、おばあさんの世代は自分の、今のおばあさんの時代ですね、高齢の女性の方が、自分のおばあさんは入れ墨をしていたということがはっきりと、記憶に残っていて伝えられています。で、入れ墨をしないと、大和の人間、我々ですね、日本の方の人が人さらいにやってきて、でそれでさらっていくので入れ墨をしないといけないよといったような習俗が沖縄にはあったということですが、でこのようなアイヌや沖縄に通じるようなあの習俗が、日本本土のですね、あの人々に伝えられていた。そして、まあ、あの本題に入っていきたいと思いますが、あの鎮魂というテーマを考えるときに、その死というところから始まるところ、人が亡くなった場合ですね、土を封じて塚を作るというふうに書いてあります。で、棺桶を作ってそこに遺体を納めて、そして土の中に埋めるというところが、まず分かりますが、そして、人が亡くなって、で今でももうすぐ年賀状を出す季節になりますが、今年は喪なので、決礼します、年賀状出しませんよというふうに言って、たりするですね、習俗と同じように、あの喪期間に入って、そして特に肉を食べないようにするということですが、喪主呼吸すというふうにありますが、これ当然悲しいから泣いてるわけですけれども、まあ、それ以上にあの儀礼として泣いてるというふうに考えてよいのかなというふうに思います。聞いたことあると思いますが、あの泣き女とか泣き男というようなものをわざわざお金を払ってですね、呼んだりする、あの沖縄なんかであったりもするんですけれども、今はもうないと思いますが、でそれで払うお金、まあ貨幣経済の時代ではないので、お米を払うわけですが、一升払うのと二升払うのでは、まあ、泣き方にもちょっと加減が違うので、それでやっぱり二升払った方が一生懸命泣いてくれる、で一升泣きとか二升泣きとか、そんな言葉もあったり、いたします。続いて、もしの家族は、まあ、この泣いて一生懸命死者のことを悲しむ。そしてその他の人々は、他人は株につきて、飲酒すというふうに、ありますですね。でその他の、人々ですね、周りの人々は、お見舞い、弔いにやってくるんだけれども、でその時歌ったり踊ったり、というようなこと、それからお酒を飲んだということですが、これもちろんですね、この文脈から考えても、まあ、嬉しくて楽しくて歌ったり踊ったりしてるわけではない。この悲しみを表す表現として死者に捧げる、歌や舞を、行って、そして、お酒を飲んでいたということですが、これは、おそらく死者と共にですね、食事をするということだというふうに思います。で現在の我々も、通夜とかですね、法事において食事が出されたりしますが、これ特別な時で宴会として出しているのではなく、食事を出すことによって死者と共に食事をするという意味合いでですね、でこれが死者の供養になるからというふうに言ったりするというのはそういうことであります。そして実際に本当に日本でそうだったのか、今の記事は中国でから見た日本の記事でありますけれども、日本の古い記録を見ますと古事記や日本書紀ということになりますが、天皇が特に亡くなった時は殯と呼ばれる習俗が行われておりました。でそしてこの殯非常に長い期間やるんですね。1年とか2年とかやって、その死の今であれば心臓止まるとか瞳孔を開くとか脈がなくなるとかありますが、どの部あたりが死んだラインになるのかよくわからないので、蘇るかもわからない、復活するかもしれないので、そしてそれだけの期間がかかったというふうに、とも言われておりますが、特徴的なのは芸能に関することで、申し上げますと、
遊び部と呼ばれる人たちがこのモガリ王の早々に奉仕をしました。王の鎮魂のために歌舞を行うということなんですが、この遊ぶ、まあ、楽しくてですね、遊んでるということじゃなくって、この遊ぶという言葉を口語辞で弾くともうすぐに出てきますが、管弦を演奏するとか歌舞音曲を行うといったような意味で出てきます。そして部というのは、特殊な技能ですねを持って天皇に奉仕する役人ですね、人々のことを、言います。この場合の特殊というのは何かというと、農耕ですね、田んぼとか畑をしたりする以外の、特別な技能、によって、天皇に仕える、人々、ですので、よく調べれている言葉で言うと語り部ということがあったりします。で、語り部というのはいろいろなですね、伝説を、まあ、ギターかなんかとって旅をしているようなそういう人ではないんですね。そういう人ではなくて、もっときちんとした職掌で天皇家の歴史を語り伝える、それを仕事としていた、人々でですね。で、それが古事記ができるときに比叡殿が語って、で、恐らく脇に大野安丸がいて喋ったことを一生懸命書き留めたわけですね。で、みんな暗唱しているので、まあ、ちょっとあんまり早く話すと書けないんだけどとか、そういうこともあったように思いますが、そのようにして古事記が出来上がってくる。それから、名前でも残っている服部さんという人がいたりしますが、正式には服部部ですね。これ衣服を作る、織って作ることができる人。そしてテニスプレーヤーの人がいますね、錦織さんという人が言いますが、これ正式に錦織部で錦の綾を、織ることができる人。それから、まあ、いろんな話題にもなっている渡部という人がいたりしますが、このですね、川を渡してあげる、船を越えて渡してあげることができる、船を越えてですね、向こう岸に渡すということができる渡部という人、渡部という人たちがいる。でさらに遊びという言葉は非常にですね、文化の上では重要な意味合いを含んでいて、でそして遊女のような芸妓につながっていくような遊女の存在がもう古代には生まれていたということが分かります。そして一方、大陸側の方から見た時、中国側から見ると、随所の中に、日本のことがちょろっと出てくるんですね。まさにちょろっとですね。そして随所の中の、音楽の帖ですが、四海公というのは随を開いた皇帝ですが、この時に、七部楽というものが整備されます。で、一に曰く国技と出てきますが、これ中国の音楽ですね、自分の国の中国の音楽。そして二に新将技とか、三に、高麗技と書いてあって朝鮮半島ですね。で、ここから4は、天竺インドですが、周辺諸国の音楽を、集めて、で1から7に分類をして、でそして宮中の中で演奏させていた、音楽舞踊を、取り込ん でそれによって周辺諸国を調和させていたということを、象徴的に、儀礼として行っていたということが分かります。そして1から7に分類しておりますけれども、で その他もろもろという意味で雑象の部が作られていて、でここでやっとですね、百済とか秦羅とか、和国と出てきて、そして当時の、中国大陸隋の時代が、日本にも関心を持って日本の音楽、舞踊も取り込んでいたということが分かります。そしてこの 7分類をして、でさらに隋の煬帝で、これは聖徳太子との関係で有名な、皇帝ですね、聖徳太子が初めて遣隋使を派遣した、それ日いずるところの天使より日没するところの天使といったような書き出しで始まる文章を送って、隋の煬帝が激怒したということがですね、この隋書の中にはっきり書かれて、おりますけれども、皆様方、私もですけれども、教わったのは、日が昇る、これから栄養映画で栄えていく国から日が没する、没落していく国の王様へと書いたところに
怒ったんだということで解釈されてましたが、現在の定説ではそうではありません。そこに起こったのではなくって、でそれは本当に客観的な事実を、東側にあるので日が昇るし、西側にあるので日が沈むということを書いたに過ぎない、どこに起こったのかというと、天使ですね、日いずるところの天使と書いたこの天使に、怒りを覚えたということですが、天使は一人しかいない。現在は中華思想でもそうですね、天使は一人しかいないので、中国の皇帝一人だけなの でそれを、日本がの天皇を天使という表現をしたことについて非常に怒りを覚えたんだというようなことですけれども、でこの考え方は、現在中国はあまり言いませんが、韓国ですね、韓国はこれで強く意識していて、日本のことを表現するときに新聞などでも天皇と書いてくれなかったりしますね。で、なんて書くかというと、日本の王様という意味で日曜と書いて、たりしますが、英語で言えば天皇はエンペラーですけれども、その下のレベルの国になればキングですよね、というような、日本の、国家としては何も言いませんけれども、非常に失礼な言い方ではありますですよね。でそして交流するということは、ものすごい大変な危険を冒して、行われていたことでありました。遣隋使、遣唐使派遣していきますが、でこの人の大きさから船の大きさを見て、た時に、これで外洋を渡って外国に行けるんだろうかというようなですね、でちょっと、見にくいかも分かりませんが、右下には龍が顔を出しておりますが、でこれは空海が乗っている船を守るための、海の神様として龍が、顔を覗かせております。でそしてこれが航路で、いろんな航路書いてありますが、陸が見えるところをできるだけ通っていく。それで都が京都なので、大阪の海を出発するんですね。大阪から出発して瀬戸内を通って、そして、山口と、北九州の間の海を抜けて、そして対馬を通って、まず半島にたどり着き、で半島の海沿いを通って、大陸に入る。そういった大陸に入ってからも、これを見てご覧いただいて感じられるかも分かりませんが、洛陽西安まで行くのに、長安まで行くのに、大変な陸路を通らなくてはならないので、陸に上がってもこの大変な旅をしなくてはならない。そしてこの間には日本人やっぱりたどり着けなくって亡くなることも珍しくはない。でこういう間に日本人が死んだというですね、亡くなったという日もあるというふうに聞いております。でこのように、大陸半島との交流ということを、今度日本側のことになりますが、中国側では周辺諸国を、1から7あるいは1から9までの音楽に分類しましたが、日本も日本はですね、大陸ですね、中国、隋唐の音楽舞踊、それから朝鮮半島の、当時言えば隋、三国時代なので、百済、秦、高麗といったような高句麗といったような国になりますけれども、でその音楽舞踊を取り込んでいき、右側と左側、左方と右方に分けて、左方を唐楽、それから右方を駒楽というふうに言いました。でそして、いろいろなですね、宮中儀礼でいうと、現在でも盛んに行われる相撲がありますが、宮中の7月の年中行事で相撲を行って、でそして一番舞うごとに、右とか左とか交互に演奏していくというような方法で、行われていったんですね。でそして、で例えばですね、間違いなく日本に渡ってきた、中国の舞踊として蘇幕者というものがあったりしますが、でこれを猿の表情だというふうに日本は解釈して、そして蘇幕者という曲がこのように、現在は伝えられております。東楽の中の蘇幕者ですが、この聖徳太子の、伝説と結びついて、聖徳太子が、奈良からですね、法隆寺のある奈良から生駒山を越えるときは、大体大阪に、大阪にはやはり聖徳太子の四天王寺がありますので、おそらく四天王寺のにお参りをしようとしたときだと思いますが、そのときに生駒山から猿が現れた。
山の神である猿が現れて、そして聖徳太子が尺八を吹いて、この山の神、猿が喜んで舞い舞ったということなんですけれども、でここで尺八がですね登場している。でこれ日本の楽器が入ったのかなと思う方いらっしゃるかも分かりませんが、尺八ももともとは中国の楽器です。楽器ではっきりと中国の音楽文献の中に書かれておりますけれども、このようなですね。でそして長い年月かけて聖徳太子の時代からですから1000年以上かけてですね、小嘘が吹くような不景衆のですね尺八に音が音色も音楽も変化していったんだと思いますが、辿っていくとこの中国の楽器であったりするんですね。でそれから今回の、公演ではカヤグムと呼ばれるものが演奏されて、私も生で聞くのは初めてでございますので楽しみにしておりますが、カヤ、これカタカナで書くと何のことか分かりませんが、カヤという国がありました。あって3世紀ぐらいから6世紀ぐらいにこの上は今北朝鮮もっと大きかったわけですが、高句麗、百済、親鸞はご存知かと思いますが、その間に加谷という国がありました。そしてあってですね、でこの加谷の国のことを、これ三国志という、半島の三国の歴史を記したものにありますが、やはり起源は中国です。唐の国から伝わったというふうに言われていて、そして朝鮮半島風、カヤの国風に変化して、それで現在に伝えられているんですね。でそれからそのような楽器いろいろありますが、あ、そしてこれがカヤグムは新羅が引き継いで、新羅が引き継いでいくので新羅ごとというふうに言われていて、これ私あるホームページから取ってきたんですが、本当にそうかなというふうには思いますが、この赤い紐、これストラップじゃないか、首からかけて演奏していたのではないかと、こういう解説がありますけれども、私が見た韓国のドラマの中で、持ち歩くときに、肩からかけるために持ち歩いている様子をですね見たことがあるので、単に持ち歩き用で本当に今こちらの方で見たように置いて演奏するのが本来ではないかなというふうには思ったりいたします。でそれから、琵琶ですね、五弦の琵琶というものが日本に伝えられておりましたが、普通琵琶は四弦なんですね。四弦で、そして二通りの琵琶がございました。中国から伝わってきたからといって中国起源の楽器ではなく、その起源はペルシャ、インドなんですね。でスタンダードになった四弦琵琶の方は、ペルシャからのものでございます。でもう一つインド起源の五弦琵琶、中国の文献の中には、わざわざ五弦琵琶という書き方をしている、それは逆に言うと四弦琵琶の方が普通だったので、わざわざ五弦琵琶という書き方をしておりますが、この五弦琵琶が日本には伝えられていて現存している。でこれ作ればいくらでもあるんでしょうけど、本当にこの時代の琵琶があるのは、日本だけなんですね。日本の東大寺の正倉院の中に、収められていて、それで天皇が弾いて楽しんだということが、分かりますが、この非常に古いで中国にもなくなってしまっている、それで起源であるインドにもない、でこれが日本にあるということは、日本人がですね非常に古いものを大切に守ってきたという、例えば一つだというふうに言ってよいかというふうに思います。でそして、だんだんと火場荒神神楽のに関することを伝えていきたいと思いますが、で神楽の始まりというのは、このですね神話の中に登場してきますが、アマテラスが弟のスサノオの乱暴に怒ってですね岩宿の中に隠れてしまった。でそうすると太陽の神様ですから真っ暗になってしまう、非常に困ったことになるわけですけれども、そしてアマテラスにもう一度、登場して、岩宿から出てきてもらわなくてはならないということで、神々がいろいろ相談して、じゃあそうだ雨の渦め巫女ですね、巫女に踊って、お前踊れというふうに言われて、そして雨の渦めが踊ったわけですけれども、手にですね、先ほど捕り物のことをお話しされたりしておりましたが、笹を持ってますね。それから頭には
つる草を巻いています、かずらを巻いている。でこのように植物というものは、でこれもうすぐお正月になって門松をつけたりしめ縄をかけたりしますが、神様を呼び寄せるためのものなんですね。でそれで、雨のうずめが、自分の体に神様を呼び寄せて、でそうすると神がかりの状態になるわけなんですが、すると神がかって狂ったような状態になるわけなんですね。狂ったような状態になって、でそれでもう自分でもわけわかんなくなって、腰紐がほどけ、それで上半身もはだけてしまって胸を出してしまったというようなことが書かれておりますが、僕の子供のことが変な説明をされて、これストリップの方が始まりですなんていうような変な質問をしますが、この見せようと思って見せられるわけではなくて、たまたま神がかりになってしまったのではだけてしまったということであるわけです。でこのような神がかりをするというような呪術的な舞であると同時に、でこれを見て八百万の神々が大笑いをしたということですね、爆笑したということで、それでアマテラスが自分が隠れてしまって困ってるはずなのに、なんで外を楽しそうにしてるんだろうかというふうに不思議に思って、そしてこれ予想した作戦であったわけですが、外を覗いてみようと思って岩戸の扉を開くんですね。ちょこっと開こうとしたときに、この絵にある中央に太陽の神様アマテラスがおりますが、脇にタジカロウの神というですね、力持ちの神が神様がいて、ちょこっと開いた扉に手を差し込んでぐいっと引き上げていくというようなことをして、そして再びアマテラスが登場して、このように光が戻って、あ、まあよかったなということになりますが、太陽が出たので朝が来たというふうに勘違いして、で鶏が描かれておりますですね、コケコーと泣いたんだというふうに思います。でこのように、夜に太陽がない夜に神楽を演じて、そして夜が明けるということが非常に重要なんだと思いますが、今日そのように上演されるか、そうではないだろうなと思いますが、で本当の火場荒神神楽が、現地で行うときには、その一番最後の最後には、神楽太夫さんたちがコケコッコーと言って、叫んでですね、そして、終了していきます、終わっていきます。でこれは神話時代のですね、アマテラスの神楽の、こういう考え方を引き継いでいる。それでこの後に歴史時代になってきますけれども、大体神話できる600年ぐらい、600年、700年ぐらいですから、1500年にもわたってですね、この神楽の中心となるような考え方というものが伝えられているということになります。でそして、今日注目して、いただきたいこのプログラムを組みました友谷先生がこの共通するこれからご覧いただくと、火場荒神神楽のつなぐものとして白い犬の白布に注目をしてほしいということで、映像でご覧いただくことになると思いますが、この句というものは本来的にはムーダンと呼ばれるシャーマンですね、女性の韓国、朝鮮半島に北朝鮮にもいるんだと思いますけれども、によって、行われるのがものなんですけれども、そしてこれは年中行事みたいにして、日本に相当する神社とかですね、廟とかお寺で行うわけではなく、人々のに依頼されてその人の家に赴いて、そして祈りを捧げます。で、まず私が実際に、見たですね、ムーダの方には何人かにお目にかかってお話も伺ったり、しましたが、句を見るということはなかなか機会に恵まれず、一度だけですね、規模の大きい句を見ましたが、これがこちらの先にご覧いただくと、この右側の写真の、奥様ですね、奥さんが依頼者です。依頼者で左にいるのがお嬢さん、そのお子さんで、右も息子さんなんですね。それで向こう側にあるのがこの方のお家で、それでそこの方のお家の中が一室が開放されて、そして、神々の
本尊となる大きな絵が掲げられて、これはムーダンの人が用意すると思いますが、でその他にこれだけ果物野菜のですねお供え物を用意するんですね。あ、こちらはかまった。でそして特徴的というかですね、韓国らしいお供え物としてはこの宮廷儀礼、宮廷のお供え物に通じますが、ここの積み重ねたお菓子をきれいな、に積み重ねてデザインしていくような、これが韓国の宮廷儀礼に通じるものだと思いますが、こういうものを含めて、たくさんのお供え物を用意しなくてはならない。でそれからあと日本はあんまり動物性のものを備えませんが、写真が下に切れてしまっているので右上に書きましたが、牛ですね、牛一頭分を捧げる。でこれが神に捧げるということですが、ムーダンへの支払いに、現在ではですねお金でこれだけのものを受け取っても、どうしようもなくなって、腐らせてしまうので、おそらく村の人々が、分け合うということだというふうに、思いますが、で本来的にはこれがムーダンの人の、取り分に お祈りがですね終わった後に取り分になっていくんだというふうに思います。で私は他に、奄美大島のやはり女性を中心となりユタと呼ばれるとてもよく似た民間宗教者がいるんですけれども、あれお話も聞いていて、牛一頭捧げないでどうして祈りが通じると思うんだろうかというような悪口をですね聞いたり、あんまりお供え物はケチったりしてはいけないんですね。でそしてでこの方が自分の家なんでこうなんだろうか、で幸せになるのにどうしたらいいんだろうかといったような、ことのお願いのために、このお祈りがもう丸一日かかるんですが、でこれ非常に大きなお祭りでもあるので、村の人たちもたくさん見にやってきたりします。そしてこのムーダンも神がかりしながら、この人の、家庭事情とか状況のようなことを聞くんですが、生きが分かりか、死に分かりか分かりませんが、この未亡人の方 でそしていろいろ言うわけですね。今あなた仲良くしている男性いるでしょうとかのとかいろいろ言うんですが、そうすると、村の人たちがこそこそ笑ったりしたりとかですね、であるいはこの女の子がちょうど大学受験の直前だったんですが、男の子のことをあんまり考えたりしないで今は受験に専念しなさいとかですね、そういったような人生に関わるようなアドバイスをされておりました。でそして、最後には大パフォーマンスになるんで、あ、これを先にご覧いただいて、で家の中に神を招くだけではなく、自然の神と言ってよいのか、家の周囲にも、たくさんの祭壇を作って、お供えを、します。お供えをして、でここ一角だけですが、結構広いお庭があって、木にぶら下げたりとかですね、そういうこともしますが、でこのようにして、で祈りが終わった後はこの庭のところでものすごい大きいパフォーマンスをするんですね。芸能と祈りというのはもう切っても切れない関係があるということが分かりますが、例えばものすごい大きい包丁を刃を上にして2枚垂直に並べて、その上で素足で乗っかったりする、男性がですね。でそして、どん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 鳴らされる中で、立って、そして口から炎を吐いたりというようなことで、それ自分が尋常な人間ではないということを示すんだというふうに、思います。でこれは私が見た句ということで紹介したいと思いますが、で今回は試写供養のための句ということで、これから映像でご覧いただくことになると思いますが、予定でおりますけれども、この白い布がとても重要な役割を果たす、でキルベというふうに呼ばれるんだそうですが、これは三途の川を象徴していて、そしてここの左側の方が持っている紙細工になっておりますが、これが神輿に相当するものでですね、でここに死者の霊が迎えられて、でそしてお迎えされて、それでこの解説の中に見えますでしょうかね、別れだ別れだといったようなことが書かれておりますが、でそしてまた送っていく。でさらに興味深いのは、この時に大勢やはり同様に人が集まってるんだと思いますけれども、半紙ぐらいの大きさのものが人々に渡されて、お願い事を書く、それでこの白い布に結びつけるということなんですが、これ本当に我々の習俗によく似ている、おみくじを引いて、そして
細い紐状に、短冊状に結んで木に結びつけたりしますですね、結ぶという行為というものが願いを託すということを、意味しているんだと思いますが、これ とてもですね、歴史的に見ると非常に古いことで、天皇の体の鎮魂祭というふうに、鎮魂の儀礼というふうに言いますが、の時に古代の宮廷儀礼では、天皇の魂をしっかりと体に結びつける、でそのために糸を結ぶというですね、儀礼が行われておりました。この結ぶという行為も儀礼的な純粋的な意味を持つものとして非常に重要だったんだというふうに思いますが、この古代日本、それから現代の我々の習俗、そして韓国にですね、このように見られるというのはとても興味深いというふうに思います。でそれで火場荒神神楽があるあたり、庄原市ということになりますが、このあたりですね。でそしてでこれが本物というのは本物なんですが、私の博物館で火場荒神神楽の舞台が展示されていて、こう舞う場所は八丈間というふうに決まってるんですけれども、この周りに100人ぐらいの村の人たちが集まるので、もういかに大豪邸かということが分かってきますが、家で行われるということなんですね。でそして映像は火場荒神映像、10分ぐらいの私博物館のために作りました映像ですね。でこういう観客と舞台といったような関係ではなくって、この家であったり家の周囲の山であったり、でそれから田んぼですね、田んぼも舞を舞う非常に重要な場所になります。でそして白い布が重要な役割、神との関係で重要な役割を果たすものとしては、この布橋灌頂というものが富山県の立山で行われておりました。でこれは立山は女人禁制で女性たち登ることができない、なので下の麓の方でこの白い布をこの川ですね、道川という川の上に渡す。でそしてここを渡っていってでお堂まで行って戻ることによって、で極楽浄土に行けるという願いになるということなんですけれども、ですこれ過去にですね、で罪を犯したりしているとこの白い布がだん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 と細まって見えてきて、それで転落してしまうというようなことが言われております。でこのようなことが江戸時代に行われて、この右下のはもうこれ再現的に行っているもので、これから定着していく、ごめんなさい、行きますかどうか分かりませんが、現在このような形で再現されております。でそれから、日本韓国の様子を見てまいりましたが、このさらに東南アジアですが、の方では、この左側のバリ島ですね、の様子で、これはっきりと私断言はできませんけれども、この白い布の向こう側にはおみこしがありますですね。それでみこしは形が非常に特徴的で、このとんがった五重の塔の上と同じですね、水輪がついている五重の塔のと同じですが、五重の塔であれ十三重の塔であれ三重の塔であり、塔というものは本来的には仏の舎利ですね、骨を入れる。で発掘解体修理した結果、例えば10年経ってないと思いますが、法隆寺の解体修理でシャリが出てきたというようなことが、言われております。でそれから有名なのは、京都の東の寺ですね、当時にはシャリが残されているということですが、このように仏ですね、仏と人々が結ぶ、通路というかものとして白い布が行われる。であるいは下の、右下の方はこの白い布の方に獅子やその他の役が、渡っていくというような使われ方をしております。で用意したお話は今日ここまでなんですけども、これここまでのところを、まとめますと、東アジアの中非常に古墳のお話から始めましたが、非常に長い時代、古い時代から3世紀とか4世紀とか日本に文字がない時代から大陸、半島、日本がですね、日本列島が交流をしていた。でそして文字が入ってきて以降、漢字文化圏に、三国ともなっていきます。その中で、仏教、陰陽師宗
で特に、日本はそれほど民間には、定着しませんでしたが、半島大陸では儒教思想ですね、仏教陰陽思想儒教思想というものを、基調として、でそして1500年を超える交流がある。でそれは単に仏教とか陰陽道とかが伝わったということではなく、人々の自然と結びついた中での生活で、その生活が順調にいきますように。でこれはなかなか難しいことです。今まさにですね、コロナで日本だけでなく世界中苦しんでますが、病気もあれば自然災害もある。でそのような除災の祈り、であるいは四捨供養、そのような祈りですね。で仏教陰陽道陰陽思想なので、仏や菩薩へ祈るのは、自然なことでありますけれども、その他に、生活を支える自然、自然への祈りというものが、捧げられてきた。でそのようなですね、東アジアの、1500年を超える交流の中、少なくとも1500年を超えるですね、交流の中で、育まれてきた。で一見ですね、比婆光神神楽、朝鮮半島の国といったような、それは、それぞれのところに珍しいものはあるでしょうという以上に、長い歴史の中での交流の中でそれぞれの地域で育まれてきた、文化であるということがですね、感じていただけたらというふうに思います。で引き続きまして、テハンサラムという韓国の、舞踊団での、区の様子、それから比婆光神神楽の実演にこれから続いていくと思いますので、私の話がこんなような性格があるということをですね、感じながらご覧いただきましたら幸いでございます。ご清聴ありがとうございました。